参政党ファンの皆様ご機嫌はいかがでしょうかナオリウンです令和5年4月23日に小山市議会議員選挙が実施されました参政党からは鶴見孝弘さんが立候補され定数28候補者38のところ2番目で当選されましたそれでは開票結果を見てみましょうはい小山市 ですね。一番下まで見ましょうスッときましてスッときますねはい一緒ですね上まで戻りましょう 鶴見隆さん二千三百七十三票で当選されました。鶴見隆さん、小山市民のため、日本国民のために頑張ってください。ではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。